フィードボールをするのはさっきのスライスと違ってこんなにオープンに立ちません。これは普通に正面に立って左の肘の位置をサッサッ引きます。これがフィードボールです。これをあんまり左に飛ばしちゃダメです。アドレスはストレートボールと同じで全てスクエアです。インパクトで左肘をさっと後ろへ引きます。